ドアを開くか開かないか。これはね、もう開くっきゃないっしょ。ゾンビは来る？ゾンビでは、その怪我どうしたの？おはようございます、先生。ふふ、どうかなさったのですか？そんなに驚いた顔して。まこっちゃんだったんだね。びっくりしたよ。いつもならきちんと名乗ってくれるのに。どうしたの？その体中のあざは。あざ？ああ、このことですか。昨日の夜からずっと、なんだか痛いんですよ、先生。まるで全身、針で刺されたみたいに。ずっとずっと、チクチクするんですよ。チク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 。それで朝起きたら、こんな風に。わかった。今日はもう休んでいいから、帰って寝ていた方がいいよ。いえ、私、行きたいんです。あのお家に。え？なぜかわかりませんが、行きたくて行きたくて、うずうずするんです。ねえ先生、お願いします。私も連れて行ってください。どうしようか。癖になってんだ。あのスイカジュース。スイカアレルギーだったのでは？めえ、誠を帰らせる。一緒に連れて行くか。下、死んじゃうかな。どうしよう。まあ、どっちにせよ選択肢は後でどっちも選ぶし、さっきの開ける開けないの選択肢も気になるから、これはちょっと下まず行ってみるか。組み合わせでエンド変わるんだったらそれはえぐいな。わかった。それじゃあ今日も一緒に行こうか。ありがとうございます。先生、嬉しいです。嫌な予感は的中した。奥義さんの宅に向かう途中、歩道に突っ込んできたトラックによって、まこっちゃんは、帰らぬ人となってしまった。どうして俺だけが助かって、どうして今も生きているのか。こんなことになるくらいなら、連れてくんじゃなかった。あれからそう、何度も悔いている。先生、ねえ先生、開けてください。どうして開けてくださらないんですか？ちょっと口調も変わってらっしゃる。白木です、先生。開けてください。まこっちゃんだよね。ごめんね、今開けるから。結果は変わらずかな。いつもならきちんと名乗ってくれるのに、あざがあって、すごい三白眼になる、この一枚ですよね。こんな風に、変わらなそうかな。これで固定で、でも選択は委ねられるか。じゃあ今度は帰らせましょうか。いや、さすがに病院行きなさい。いや、そんな状態のまこっちゃんを連れて行くことなんてできない。病院の先生に診察してもらったら、今日は大事をとって家でゆっくり。嫌です。そんなの嫌。それならせめてここで留守番をさせてください。まこっちゃん、わかった。それじゃあ君はここで留守番をしていて。でも無理はしちゃいけないよ。よかった。ありがとうございます。それでは先生、行ってらっしゃいませ。これが黒バラの呪いか？いや、でもな、昨日結構呪物持ち帰ってきてるからな、紫鏡。黒いリースも大概だしな。何より監視カメラ盗聴器がありそうだし、落ち着けないのでは？決意は固いか。そしてスメラギ探偵、のこのこと一人で来てしまったね。まこっちゃんの様子が明らかにおかしい。昨日までは、いや、昨日から少し調子が悪そうではあったけれど、今日の様子は異常だ。黒バラのリース飾り一つで、あんなに怖がっていたのに、帰ることよりも事務所に残ることを選択するだなんて。まさか本当に、黒バラの呪いなのだろうか。それとも何か他に原因が？あら、こちらも目のクマですかね。あと、髪も随分ボサボサに。こんにちは、スメラギさん。上でたまたまお見かけしたもので、つい迎えに来ちゃいました。スメラギさん、青木さん、こんにちは。わざわざすみません。体調は大丈夫ですか？体調ですか？はい。特に悪いところなどありませんが。そうですか。
それならいいんですけれど。ああ、この人もな、長袖を着てるけど腕まくったらあざとかが。ああ、恋人から DV があって、それでカッとなってやってしまって、そこら辺のアリバイ作りのためにむしろ探偵を雇ってうんぬんみたいな、そんなサスペンスだがミステリーもあったりなかったりだが。いや、それにしてはちょっとメリットがなさすぎるが。どうぞ、今日はスイカジュースを3人分ご用意して、そのスイカジュースにもしかして死体が混ぜ込まれていたり。いや、考えすぎか。あら、白木さんはいらっしゃらないんですか。はい、彼女は体調不良で今日は事務所に待機させています。すみません、せっかくご用意していただいたのに。そうですか、それは心配ですね。できるだけ早く調査を切り上げられるよう急ぎましょうか。すみませんが、よろしくお願いします。お邪魔します。リビングの方へどうぞ。すぐにスイカジュースをお持ちします。ああ、すみません、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます、いただきます。ズズー、今日のスイカは少し種が多かったみたいですけれど、しっかり甘くて美味しいですよ。本当だ、とても美味しいです。ごちそうさまでした。ふふ、お粗末さまでした。それじゃあ早速ですが、調査に移らせてもらいますね。はい、本日もよろしくお願いします。調査はまた変わらずかな。昨日と同じところが、じゃあまあ昨日と同じくカーテンから。なので必然的に閉めないといけなくなる。変わらんか、昨日と同じところは。トイレ以外はすべてカーテンで仕切られていますね。照明はもう少し明るくした方がいいかもしれませんね。いえ、不思議とこの暗さが落ち着くんです。あ、わかる。キノコ生えそうなぐらいがいいよね。ね、昨日となんかキャラが違っ、いやでもこんなもんか、大木さんはな。内容はちょっとずつ変わってそう。暑くはありませんか？あ、大丈夫っす。お構いなく。暑かったら遠慮なくおっしゃってくださいね。何から何まですみません。冷房より除湿の方がいいよな。そちらにはレンタルした DVD、録画したもの。年上の女性に虐げられるものをメインに、男性が拘束されて、自由を奪う。それ、まこっちゃんがいる時に言わなくてよかった。この人爆弾発言すんな。癖が強いよ、この人。大木さん、詳しい内容の説明までは結構ですから。あら、照れていらっしゃるのかしら？まこっちゃんがこの場にいなくてよかったっす。いや、まあ、いないからこそ話したのかもしんないな。大木さんジョーク。そちらにはルーターなど、引き回りのものを収納しています。特に変わったものはないと思いますが。そのようですね。一番下。そちらには普段使用する爪切りや耳かき。ちょっと見せてもらってもいいですか？ええ、構いません。あれ？ああ、昨日見つかんなかったのか。ちょっと調査不足じゃありませんか？どう詰められたんで。何か紙が挟まっている。ああ、大木さんが、まこっちゃんの役目取った。なんてこった。よろしくお願いします。お、う、み、え、11LL? 縦棒に、パイプかな ?44 で、矢印があるね。は、ぐるっと回して、ぐるっと回して、ん、なんのこっちゃ。鏡かな。鏡に、読めなくもないけど、紙に書いてちょっとぐるっと回して、ぐるっと戻して、もう一度戻して、あらこれはってやってみたんですけど、まあ、単純に180度回しただけだね。鏡。ここであえてミラーとかで、反応がない。だよね。今回はまだ、スメラギヒントには至ってない。これで合ってたら、私としても嬉しいのだけど。鏡か。
鏡な。4のさ、上の部分をくっつける派とくっつけない派で、これって結構変わってくると思うんだよな。開いた。中に入っているのは、あ、ミラーですね。やっぱり鏡が何かなんだよな。紫鏡もあったし、別の、あ、ハートを鏡描いたってもあるな。ま、鏡ってもともと呪い、呪術によく使うみたいだしね。私はよくわからんが。読みますね。都市伝説の、あ、紫鏡。紫の鏡や紫鏡など、紫色の鏡を示す言葉を、二十歳まで覚えていると、不幸になる、死が訪れる、結婚できない。そういえば昨日、紫色の鏡を手に入れましたね。そうですね。しかしこれ、二十歳未満の人間にしか効果がないのでは。確かに、そうですね。失礼ですが、奥義さんは、27になります。だとしたらなぜ、このようなものを。まこっちゃんが狙われてるか？いや、まあ、ゲームオーバーで今んとこまこっちゃんしか死んでないからな。その可能性はあるんだけど、じゃあなんでって聞かれると、スメラギ探偵に近しい、メギツネだから？これは昨日開けたところ、ゲーム機などが入っています。で、開いてなかったってことは最近ゲームはしてなかったってことかな。ゲーム、なさるんですか？ええ、効果力でもって相手をぶっ殺すゲームが好きなんですよ。運動不足になりがちなので、体を動かすゲーム系のゲームを、なるほど。スムージーレシピを手に入れたよ。なるほど、少し意外です。そうですか？スメラギさんはゲームはお好きではないですか？推理物や脱出ゲームなどは好んでプレイしたりしますよ。あら、では今度揃えておきますね。揃えておきますってかもうすでに整ってるから今すげえ充実してるのでは。なんだか申し訳ないっすね。ありがとうございます。無事に調査を終えた時にゆっくりと。え、なんか調査終わった後も交流取る気満々やん。いや、まあリップサービスなのかもしんないけど。そこには何か書き物をするときの、あ、から変わらんかな。気になるものはなし。テレビ。奥義さんは普段どういった番組をご覧になるんですか？え、私ですが、そうっすね。彼の影響で推理ドラマや、刑事ドラマなどを見ることは多いですね。魔物。失礼、くしゃみしてた。では、映画なども？ええ。今度放映される、孤島での密室殺人事件、紅の月に染まる、は、必ず見に行きます。私もそのつもりです。あら、聞く、感想などで盛り上がること、間違いなしですね。周りに推理物を好きな人間がいないもので、いや、これは嬉しいですね。私もです。ああ、恋人とは語り合えない、いや、まあ、恋人の存在がちょっと怪しいからな、もうすでに。一緒に行こうと言わなかったのは多少意外だったかもしれん。良ければご一緒にいかがですかぐらいいそうなもんだが。ゴミ一つ入っていませんね。彼がいつ帰ってきてもいいような、大丈夫なようにしているつもりです。随分と献身的なんですね。少し羨ましいです。彼氏さんのことが。まあ嬉しい。よろしければ、今度スメラギさんのご自宅もお掃除しましょうか？あ、いえ、そんなつもりでさ。私は遠慮しておきます。ゴミ箱はよし、ソファーの端っこに、なんか鍵が落ちていたりはしないか。そうですね。でも私の場合はどちらかというと、テレビを見るより、パソコンと向かい合ってることの方が多いです。パソコンですか。それは例えば、どのようなことを？踏み込んでくね。趣味に没頭していますよ。一種の推し活と言いますか。推し活？スメラギさんにはいませんか？他のものが見えなくなってしまうほど夢中になれる人。アイドルみたいなものでしょうか？だとするといませんね。そうなのですね。どこの探偵を推してらっしゃるんでしょうかね。いやー、怖いね。怖い怖い。さて、じゃあ今度はキッチンの前にこちらの部屋の探索を、お部屋には行けるかしら？これだけの本を集めるのは大変だったでしょうね。これは X の次元簿。
有名探偵宅で起きる事件のお話ですね。それからこっちは、ん？どうかなさいましたか？いや、本のような見た目をした箱が隠れていました。本当ですね。ロックされているみたいですが、近くに何か、それは拳銃の形にくり抜かれてるんですね。おー、バケツと頭にうんこ乗っけた斬新なファッションの人が5人ほど。よろしくお願いします。ほう、バケツ、うんこファッションの人5人。エクスクラメーションマーク。上は、人間牧場っすかね。マグニス様だ、ブータが。今んところ何も思い浮かばないわ。ちょっと考えてみますね。これはさすがにちょっと、スメラギヒント行きかな。うっそ、マジで。今回、スメラギヒント結構言ったんですけど、割とあんまり頼りにならなくって、ことわざですね。一番上のは多分、大は小を兼ねるかな。で、真ん中のは、二度あることは三度ある。で、一番下は、隣の芝生は青いですね。これは知識問われるわ。私もよく使ってるけどね、隣の芝生は青いって。まあ、確かに、物欲しそうな顔で指くわえて見てましたからね。横草イオ。名詞。横草イオ。イニシャル、YI だ。彼の浮気相手の正体でしょうか？その可能性が高いですね。あれ？どうかなさいました？この不動産会社、私が利用した店と同じです。そうなんですか？ということは、この方のことも。いえ、残念ながら私の担当者は別の方でした。しかしこれは重要な手がかりです。今日の調査が済み次第、こちらの不動産に向かってみます。すみませんが、よろしくお願いします。横草、イオ、か。イオ、イオラ、イオナズ。青い不動産の営業、横草イオさんの名刺だ。主人公も知ってる。多分この横草氏自身は知らないけど、まあ、なんか関係はあったんだろうな。不動産か。不動産関係者だったらカメラ仕込むこともできるか？いや、だから、大木さんが、監視してるというブラフ、ミスリードで横草イオという人が、実はまこっちゃんにしてはちょっと年齢がまたなぁ。さすがに身分偽ってバイトはでけんわ。もう気になるものはなし。深く考えすぎなのかどうなのか。もともとその箱には大切なものを入れていたんです。大切なものですか。学生時代好きだった先輩からいただいた制服のボタンやアクセサリーなどですね。それは今どちらに？処分しました。今の私には必要ありませんので。まあ、確かにそうですね。ボタンやアクセサリー、ボタン、どうやって手に入れたんすか？暗躍したりとかしませんか？大丈夫ですか？いただいたつ、信じるぞ、本当にいただいたんだな。一旦今はいいわ。さて、下は、そちらにはちょっとした掃除道具などがしまっています。コロコロあったとこが、昨日。英和辞書がありますね。キャプチャーは捕獲。狩るは選別。カースは呪う。デイリーは日記。ドゥは行う。ドゥーチェは出来合い。ビューティフルじゃないね。ドレッドフルは恐ろしい。こうやって辞書を引くのも懐かしい感覚ですね。なかなか引かないタイプの単語だと思うんだけど。
そうっすよね。こっちにはことわざ辞典。大は小か、あ、もしかしてヒントあった？大きいものは小さいものの代わりになるので、小さいものよりは大きいものの方が役に立つということ。頭隠して尻隠さず。悪事や欠点などを隠したつもりでいても、その一部が現れていること。魚心あれば水心。相手が自分に好意を持てば、自分も相手に好意を持つ用意があることの例え。二度あることは三度ある。物事は繰り返し起きることが多いから注意しなさいという教え。悪いことに使う。隣のヒントめっちゃあった。だー、失礼しました。これは探索を先にすべきだったんだな、私な。いや、でも探索するとさ、どこに謎解きがあったか忘れそうになって、それそれ怖いんだよな。どうしよう。本当にわかんなくなった場合、ちょっと探索を先にするかな。ちょっと編集担当大変になるけど。なんだか学生時代を思い出しますね。今は大体スマホで解決しますもんね。この二人は年がち、先輩が、スメラギ探偵だった可能性もあるが、学生時代制服っていうと、まあ、大学で制服があるとかも、まあ、あるっちゃあるんだろうけど、いや、まあ、とりあえず今はいいや。カーテンを開けると向かい側のマンションがすぐそこに見えてしまう。となると洗濯物は常に部屋干しですか？そうなってしまいますね。もう仕方がないと思っています。気をつけないと臭くなんからね。まあでも今は乾燥機能付きの洗濯機もありますからね。いずれはそれに買い替えるつもりです。高い買い物だからね、慎重になるわ。この部屋まで冷やしていただいたんですね。すいません。キンキンに冷えてやがる。ああ、床冷た。お構いなく快適に調査をしていただくためですので。頑張ります。頑張ってんだよ。頑張りますじゃなくて。で、仮の写真。これは変わるかな？二人で素敵な思い出を作ってここに貼る予定。それなのに、あの人ったら。その写真はまだ仮の写真。写真、カッコ仮と。写真立て。これは河原だったよな。河川敷。この河川敷。子供たちが野球をして遊んだりしていますよね。で、川ポチャすると。ええ、そうですね。私が行った時もそうでした。それと、それは、私たちが初めて出会った街の写真です。どこか見覚えのある風景ですね。やっぱ、見覚えあるのか。ここから近いんですよ。だから私たちの住まいに、この場所を選んだんです。そうだったんですか。そうだんです。他は、ああ、タンスがあったか。でも今は出張中と、変わらんかな。あ、開かないか。引き出しの隙間に紙が挟まってるみたいです。本当にまこっちゃんのポジション取ったね。嫉妬するぞ、助手。おぉ、謎解きですね。少し考えています。はい、お願いします。この上のはチョコレートじゃなくて、扉が寝てんのか。寝てる扉、寝扉、横扉、倒れ扉、いろいろあるね。で、隣はこれ、カタカナのカだよね。力ではないね。んで、歯の中には胃があって、ひ、いひ、いひ、は、ハイヒ、ハイヒール。歯の中に、歯、トゥース。トゥー、イヒ、ス。もう意味がわからんな。で、やっぱり、カがあって、これは草原？草かな？で、カがあって、字が、完全な横倒しではないんだよな。で、ヒ、ヒなんだよね。イヒ？これ、今んとこマジでわかんないわ。スメラギヒント。行くかな。あ、恋だ。恋だ。え、なんで恋なのか。うるせえ恋なんだよ。ね、これいや、まあ、ヒント大活躍なんですけど、ヒント聞いた上で頑張って手書きしないとわかんない問題だ。うわ、これは難しいぞ。まず、このかやひをが何を示しているのか考える必要がありそうだ。かはカタカナ、
火はひらがなで変換するという意味かもしれない。この謎はおそらくだけど、シンプルな単語の組み立てで解くことができるはずだ。だとするとこれらイラストを一文字で表現したいところだな。一番上のイラストは扉ではなく短い単語であるとだと考えていたろう。そして一番下の左側のイラストはおそらく野原を示すのじゃないかな。そう、そうなんです。そうなんですって言ってもこれパッと見てわかんないよね。だからとを横に倒して、だからチョンの部分が上に行くんだよね。で、歯はカタカナの歯で、火はね、まあ火じゃない、イなんですよ。で、なんかのがあれになって、ひらがなの字がカタカ端っこになんかこうあれやこれやなってとりあえず声なんですよ。うるさいな。これはね、マジでわからん。これはちょっとね、自力で解けっつったら、多分一年は悩むよ、私。開いた。中に入ってるのは。で、メモか。アバウト、これラブって書いてあるのか？読みますね。ハートのおまじないについて。用意した紙に願い事をつぶやきながらハートを書く。そのハートだと、ハートを塗りつぶすと、好きな人と、ああ、これはトイレで見つけたやつか。昨日のメモ紙は、そのハートのおまじないでしょうか。十中八九、そうだと思います。そんなに彼のことを。まあ、これでとりあえず謎解きは一旦しました。じゃあ、この部屋は一旦コンプリートでいいかな。この先は私の部屋ですよ。興味が終わりですか？あ、いえ、すみません。興味は終わりですけれども、まあ一旦この部屋は良くって、じゃあ、調査全然進んでないけど帰ってみようか。エンドまた別のエンドかな。まあ、まこっちゃんには申し訳ないが、調査不足だね。帰りますよと。はい、もう十分に調査ができましたので、今日のところはこの辺で。事務所に帰りつき次第、本日得た情報をまとめてみます。昨日同様こちらでお預かりしてもよろしいですか？今回メモぐらいかな。わかりました。ではこのまま持ち帰らせていただきます。今日の調査結果については明日また。お待ちしております。いつでも構いません。大木さんも暇なんだね。わかりました。それでは失礼します。その後、その日に得た情報をまとめてみたのだが、重要なことに気がつくこともなく、その結果、浮気調査は失敗に終わってしまった。大木さんの部屋を隅々調べる必要があったのだろう。何か見落とした情報があったのかもしれない。これはエンド1に行くだろうか。まこっちゃんが、帰らぬ人となってしまった。救えなくて、本当にごめん。守れなかった。さて、玄関に行く必要もないので、じゃあキッチンから、昨日鍵かかってた手前は？そちらの棚には、お料理の際に使用する道具を入れています。ここが開かなかったっつうことは最近料理してなかったのか？ハサミ、キッチンタイマー、缶切り。特に変わったものは見つかりません。いや、まあ、でも毎日使うようなもんでもないか、ここら辺は。ええ、それは良かったです。何もなしと、椅子も三脚なし、IH も特には反応せず。カーテン。向かい側のマンション。これは変わらずか。なのでより騒音には気をつけないといけませんね。壁はそれほど薄くないように見えますが。そのようですね。多少騒いでも問題はないようです。大井さんのような方でも騒ぐことがあるんですか？騒ぐとするならば彼の方でしょうね。主に夜に、ですが。ああ、そういうことっすね。また突っ込みづれえな。では電子レンジは、まあ電子レンジだよな。時短になるので使っています。主にどんな使い方をされるんですか？硬いお野菜を柔らかくする際に使うことが多いです。
例えば人参や大根などですね。私はカレー作る時のジャガイモをやるかな。どうもグツグツコトコト煮込むとね、粉になっちゃってね。私は粉になっても好んで食うけど、でもやっぱゴロッと入ってるジャガイモはね、素敵なんだよって。カレートークね、長くなるからやめとくわ。茹でると栄養も流れていってしまいがちなので、基本的には電子レンジを使うんですよ。そうなんですね。その手のことには疎くてすみません。うん？栄養の管理も必要そうですね。え、今後管理されちゃうんすか？住めなきゃなんで。ケトル。電気ケトルですね。すぐにお茶を入れられるからすごく便利ですよ。お茶パックを入れておけば快適ですよね。そうなんです。白木さんのためにいかがですか？そうですね。購入を検討してみます。ああ、最初のお茶はケトルじゃなくて夜間で沸かしたのか。ピーってなるのもそれはそれで味があっていいけどね。続いて料理道具。お玉やフライ返し、一式揃っていそうですね。ええ、お料理は好きな方ですから、どうしても色々と欲しくなってしまって。そうなんですね。スメライさんはハンバーグお好きですよね。今度差し入れさせてください。なんで知ってんの？ハンバーグは嫌いな人の方が少なそうですもんね。楽しみに待っています。いや、鎌をかけた可能性もあるけど、え？依頼人と探偵でそこまで深く趣味の共有ってする？昨日話したっけ、そんなこと。私が覚えてないだけかもしれないけど。この棚もともと鍵はかかっていましたか？え、いえ、かかっていません。開かないみたいです。それに棚の隙間に紙が挟まってるみたいですね。ああ、自分で見つけたわ、今度は。身に覚えがありません。少し高い位置にありますが、取れそうですか？ええ、手を伸ばせば届きます。ダメならポールウェポンで、槍、なぎなたでいきますよ。薬は消せる。針は昼。ろかな？は、君来る。これはまた謎解きですね。少し考えてみます。はい、お願いします。薬は消せる。針は昼。は、君来る。君来る。か。これ、色って関係あんのかな？赤と灰色と、黄色っていうか山吹色に近いのかな？にしてはちょっと濃いか。うん。濃いやつだね。薬は消せる。かきくけ。くけ。はひ。らりる。さしすせ。わかったかもしれん。か、ま、かきき、かまきりだ。お、なんか、初めてじゃない？ここまでささっと解けたの。なんか嬉しい。こういう体験をね、していくとね、みんな謎解き好きになっていくよ。カマキリひらがなでいいかな。カマキリ、ああ、一日目カマキリが干からびて死んでいたのは何かの伏線だったのかな。開いた。中に入ってるのは、やべ、こうさ、完璧に解けちゃうと、やっぱ気持ちいいよね。まあ多分これは多分難易度極低だったんだろうけど。また、何かのメモ用紙みたいですね。これは、アバウト、なんて書いてある？ちょっと小さくて読めんわ。読んでみましょうか。媚薬。一つ目、昼顔の花を乾燥させたもの。二つ目、南天の実の粉末。三つ目、カマキ、黒焼きの粉末か。あ、まあ、がっつり火通してるんなら、まあ。これらの材料すべてを調合し、二つ分作っておく必要、二つ分。何らかの方法でこれを飲ませ、自らもまたその日のうちに同じものを飲む。飲み物は飲まされましたね。同じものっていうと、あ、まこっちゃんだけスイカジュースで、同じもの飲んだっつっての大木さんもね、スイカジュースじゃなくて、だからコーヒーのことだ。だから同じもののコーヒー。いやでも、実際体調を崩したのはまこっちゃんだからな。スイカジュースに、媚薬であざが出んの？媚薬アレルギーもあるかもしんないな。ちょっと言っててわけわかんなくなってきた。ちょっととりあえず考えの後回しだ。媚薬っすか。飲ませてから2、3日後、相手を刺せば守備よくことが進む。と書いてあります。それからカマキリの黒焼きの作り方も。守備よく。ですか。媚薬って、つまりそういうことですよね。
言いにくいですが、そうですね。もしかしたら昨日見かけたカマキリも。干からびてはいましたが、暗焼きにはされていませんでしたね。あのカマキリも材料にしようとしていたんでしょうか。まず天日干ししてからとかなのかな。こっちは何もなし。念のために冷蔵庫内を確認してもよろしいですか。あんま開け続けるとピーピーってなっちゃうから。タッパーの下に何か紙が挟まっていますね。あら、本当ですね。気がつきませんでした。今日は遅くなるからこれチンして食べてねっていうメモでは。小針な、箱とぞ、枝子の、ハエタコ。ハエタコ？ハエタコか。ハエタコプーちゃん。謎解きみたいです。少し考えてみますね。よろしくお願いします。ハエ箱、枝子場、タコ取り、この謎、この謎？この謎、タコ取り、枝子場。あー、なんか言葉になりそうな、ならなそうな。この謎とかはありそうだよな。小針な箱とぞ、えたこの、はえたこ。はえ箱、えたこば、たこ取り。たこ取りの翁というものありけり。野山に混じりて竹を取りつつ、よ、もしかしたら情報が足りていないのかもしれないな。いろいろと探索してみる必要がありそうだ。これだけだと解決しない謎っていうことかな。このパターンは初めてだ。なんか法則性のメモみたいなものがあるのかな。スメラギヒント的にはそういうことなんだが。じゃあとりあえず探索してみるか。あれ、炊飯器今回調べてないんだっけ。今回は炊き込みご飯にしてみたんです。よろしければ今召し上がりませんか。あ、いえ、何が入ってるかわからないので。そうでしたね。失礼いたしました。自分だけ美味しいものを食べれたなんて、先生ずるいですって言われそうで。想像がつきすぎますね。ちょっとご飯食べるの好きそうだったもんね。とりあえずキッチンはこれで終わりかな。じゃあ次、右側行きましょうか。鏡は昨日開いたばっかりだから、昨日同様特に変わったところはありませんでしたよ。そうですか、わかりました。開かせてはくれないね。タオルも、別に開けるようにはなってないか。ハンドソープ。そちらはハンドソープですね。気になるようでしたらどうぞ。いえ、大丈夫です。私は遠慮しておきます。水道もなし。こっち右、昨日開けたやつ。排水口の掃除用具などを入れています。水垢を落とす洗剤。排水口の詰まりの解消を、解消。そのようですね。スメラギさんも頑張ってくださいね。お風呂場のお掃除。もしかして、サボってるのが顔に出てます？ええ、なんとなくですけれど。頑張ります。太陽が大人だなぁ。そちらにはドライヤーなど、ヘアケア用品が入っています。そのようですね。特に変わったものは見当たりませんね。少し触ってもいいですか？その、髪の毛に。え、あ、はい、どうぞ。毛質も柔らかいんですね。お人柄もそうですけど。そんなこと初めて言われました。確かにちょっとふわふわしてる感じよね、スメラギなんで。だけど、ダメージも結構ありそうですよ。きちんとトリートメントを使用しないといけませんね。はい、すいません。ああ、そんなさらっと髪触ってくるとか、なんだ、サークラ？そちらには洗面用の桶や予備の石鹸などを置いています。中を確認したいのですが、残念ながら開きませんね。おかしいですね。あら、何か紙が。本当だ、お借りします。夏時ですね。少し考えさせてください。はい、お願いします。また血が、血なのか、ケチャップなのか、どうなのか。切る？殺す？ご、が、がる、がる。憎しみ？フォー？ほかい。正しい〇〇〇〇を、自己せよ。自己？ do。do。これって、アルファベットの文字数と合ってんのかな、丸って。ドールか。あ、やっぱ気持ちいい。これだから謎解き。
やめらんねえぜ。お人形、人型とは別かな。これは奥義さんの所有物ですか？いいえ。これにも何か意味があるんでしょうね。ひとまず預からせていただきます。はい、お願いします。とりあえず人形を回収いたしゃして、置いてあるアイテムとしてはあと2つほど手に入りそうだ。人形ね。赤い髪の女の子の人形だ。わざわざこれを残したということは何か意味があるはずなんだろうけど。意味か。とりあえず洗面所はこれでおしまいだろうか。トイレ先見るか。今日は、ゴミ箱調べらんないわ。これは助手の仕事だったもんな。トイレ。魔物、すいません、くしゃみしてた。何か気になるところはありますか？いえ、特に。そうですか。トイレはパカパカはでけんと。相変わらずタンクと蓋は一緒だな。窓枠に何か挟まっているみたいです。本当ですね。何でしょうか？これは謎解きのヒントかもしれませんね。S。これさっきの冷蔵庫のやつだ。あー、これで溶けるようになりそう。どうしよっか。これでとりあえず、終わったし、一旦、ここの謎を解くか。あれ？ヒントとか回収したわけ？あれ？右下ゴールで、左が、あれ、どういう流れだったっけ？ここでもう一回確認してくれれば。これだ。あ、よかった。助かった。謎の答え、箱取り箱。謎の答えは小鳥箱。小鳥箱か。紫鏡にしても小鳥箱にしても。なんだろうな。これは、いやでも、やっぱまこっちゃんか？いやまあ、小鳥箱に関しては大木さんにも影響はしてきそうなんだけど、とりあえず都市伝説のバーゲンセールだな。どこかで鍵が開いた音がしましたね。もしかして冷凍庫かな？どういうギミックなの？遠隔で開くの？それは私の知らない箱ですね。謎の答えは小鳥箱でしたが、中には一体何が入ってるんでしょうか？やはり指だろうか？仕掛けが施されているようですね。その様子だとすぐには開きそうにありません。冷凍庫がキンキンに冷えてんだろうね。ではこの箱も一旦預からせていただけますか？事務所に持ち帰った後で調べたいと思うのですが。ええ、もちろんです。ありがとうございます。小鳥箱、かっこ仮が手に入った。よくできた仕掛け箱、小鳥箱というらしい。オカルト系の探偵ではないから、こういう知識はまあ、ないか。では最後、お風呂場。鏡ですね。大丈夫ですか？昨日あんなものが見つかりましたので。ええ、大丈夫です。思ったよりタフな自分に驚いているくらいなんです。そうですか。あまり思い詰めたりしないようにしてくださいね。お優しいんですね。ありがとうございます。なんか視線感じそうで嫌だよな。あとはシャンプーたち。そちらにはシャンプートリートメント。シャンプーのボトルに何か紙が貼ってあるみたい。お？昨日もこれ見つからなかったのか。やっぱちょっと調査ザルでは。紙って防水性？海マリネ日付伊達。お願いします。ハテナは、土手。土手か。海、マリン。日付は、デート、伊達。土手？土手？土手。いや、これは合ってそうだな。英単語にしてからアルファベット読みした感じだよね、きっとね。
土手をとりあえず書いてみると、土手か。ドゥテとかって読むんだろうか。これは、辞書にあったかもしれん。さて、辞書を見直してきました。ドゥーテ。あと読み方も調べたんですけど、これ、ドートって読むらしい。ドートだから、なんかカエルみたいだね。カエルはトートか。で、意味としては、いろんな意味があるみたいなんですけど、とにかくゲームの中では、出来合いっていう言葉が、出来合いこうじゃなくて、3番の方だね。これっぽい。エンターは効かない。シャンプーのキャップに何か仕掛けが施されていたようです。なんか、いや、無駄にハイテクだなぁ。どこ売ってんすか、こういうのって。やっぱ、ハンズとかすかね。はい、もちろんです。あ、透明なビニールが出てきました。え、なんか、ベッドへとヌルヌルしてそう。中身はメモみたいですね。About, I love you。読んでみます。思いが叶うおまじない。好きな人の背中に向かって、心の中で、好きです、と、3回唱えること。いや、これってさ、序盤のさ、お前を殺す、不思議な魔法で殺すのとこでしょう。実際に声に出して唱えると、より効果が得られる。ただし、彼に気づかれたら、1回目からスタート。これは、またおまじないですね。お風呂場の鏡の時もそうでしたが、これは見つかるリスク高かったでしょう。なんで隠したの？で、これを隠したのは結局恋人の方なの？てかそういう設定なの？浮気してる相手の方なの？ちょっとわかりかねますね。バスタブですね。シャワー浴びていきますか？え、あ、いや、そういうつもりで見ていたわけでは。暑いですし、少しくらい汗を流しても罰は当たりませんよ。まこっちゃんも心配なので、ありがとうございます。帰りに川に飛び込んでくんで大丈夫っすよ。さて、これで私としては全部見たつもりになってんだけど、アイテムも多分全部埋まったよね。で、ちょっととりあえずこれで玄関でスメラギチェックを。あ、はいはいはい、スメラギバリデーションチェック通りました。じゃあ、こんなところにいられるか、私はもう帰るぞ。ここら辺のセリフは同じっぽそうかな。明日またお待ちしておりますと。目のクマはそれ以上ひどくしたらダメですよ。よく寝て、しっかり噛んで。ああ、続くね。で、これが例の、横草さん、横草伊代さんか ?YI。の勤めているであろう青い不動産。おや、スメラギ様、お久しぶりです。うわ。おー、なんか、知ってるというか、さすがだね。よく覚えてんな。苗字までパッと出るとか。ああ、こんにちは、山田さん。お久しぶりです。その説は大変お世話になりました。めっちゃクレーマーだったとかで覚えてるのかもしれないね。いや、とんでもない。うちで決めていただいてありがとうございます。うわ。それで本日はどのような？よかったらどうぞ中へ。いや、今日はちょっとお尋ねしたいことがありまして。はあ、それは一体どのようなことで？この名刺の女性はこちらにいらっしゃいますか？横草ですか？ああ、つい先日、ことぶき退社しましたよ。そうですか。横草が何か？そういうのって、パッと教えて、いや、ま、ここの不動産屋もなんか、家族経営というか、してそうだしな。そんな大した内容でもありませんので。ただ少しお話ししたいことがありまして、横草さんの連絡先を教えていただくことは可能でしょうか？今も退職しておりますので、お力になれず申し訳ありませんが、まあ知ってても教えられるわけないわな。そうですよね。いや、こちらこそすいません。それじゃあもしよろしければ、教えていただきたいのですが、横草さんはどのような女性でしたか？至って真面目な女性でしたよ。会社の飲み会などでは、3年ほど交際している相手がいるとか、なんとか。3年か。3年か。そうですか。ありがとうございます。どうですか？何か参考になりました？確か今は探偵をなさっているんですよね。どうですか？その後は順調に進んでいますか？なんとか生活ができているくらいです。それでは私はこの辺で、
お邪魔いたしました。また何かございましたら、ごひいきに。残念ながら横草さんの連絡先を聞くことはできなかった。仕方がない。まこっちゃんのことも心配だし、一旦事務所に戻ろう。遅くなってごめん。ただいま。まこっちゃん大丈夫？まこっちゃん？ノイズ走ってきたね。玄関と、あと、この執務室と言うべきなのか、オフィスにもカメラを仕掛けられてそう。返事をしてくれ。まこっちゃん。先生？まこちゃん、どこに？